のさぎりんです。かんちゃんです。今日は2条のリビにあるサードプラネットっていうゲームセンターに来てます。で、今日は5000円分を使ってクレーンゲームでどれぐらい取れるかっていう企画をやっていこうと思います。最後からでまたマンさんとマンさんの5000円をいただいて、またクレーンゲームをカンちゃんと一緒にやっていこうと思います。はい。あ、めっちゃリアルなありがとうございます。ここのビビー2条にあるサードプラネットさん、ちょっとさっき見たんですけどめっちゃ広かったんで、一旦中入ってどんな感じの雰囲気かとか見てからやっていこうと思います。はい、はい、じゃあ早速行きましょう。はい、レディーゴー。何したの？
気づくのは買った方が安かった。あ、これ何？
んだよ、はい、取れるこんなん。わかんないです。結構残せるお金がガンガン突っ込んで、ちょっと500円ぐらい、500円単位でいこうかな。500円やと6回できるんで、これあれやろ、プリンやろ。プリン、プリン、1回目やから次500円。
かね。これどういうの？なんか来た時に押さえたらいいじゃん。あ、この矢印のところ、ここが落ちて反射神経。行きます。反射神経。パチスロやってはりますちょっとプレスで、すげえ、めっちゃ押したくない？めっちゃ押したマジで？え、すごい、あれ、え、すごえ、すごい、やったえ、すごい、何個取ったの？え、これ、1、2、3、4、5、6、6個？え、すげえ、100円です。あ、使ったえ、すごいですね。プロやっと100円だけ残ってますよ。あ、あと100円だけ。2回やったらどうですか？いけるかな？いけるかな？頑張らそう。どうしよう、これで最後最後もいいか。やばい、いけるか。もうできるか。今日ここはここでかかってるよ。やばい、ここやね。嘘やろ、嘘やろ。ここには攻めてきて終わってしまった。ごめんなさい、終わりました。はい、ということで、はい、今5000円分2人で終わりました。で、結果が私の方がうまい棒のサバと温泉三昧とうまい棒一本の3つでした。で、かんちゃんの方がビスコとリンガーとカップラーメンが6、7個。すごい、びっくりしました。なんかいろいろバランスよくは取れた感じですね。はい、よかったです。やっぱ食べ物の方が取りやすいかなって思いました。ぬいぐるみしかけます。ぬいぐるみが手ごわいですね。めっちゃもし取るならお菓子系の方が何かしら取れるかなって思いました。はい、激甘とかになって、なんか子供でも楽しめるじゃん。うん、そういう設定もありますよね。そうそうそう、多分私これ全部激甘で取ったんで。激甘の方が激甘しか無理なんで、こっちの方がすごいと思います。よかったら映画ついでにちょっと寄ってみて、受験生でちょっと遊んで帰るみたいなのも楽しいかなって思いました。はい、ということで以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。